こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの歴史の第6弾で、ジェローム・カーンという、えー、作曲家ですね。作曲家に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。ジェローム・カーンさんというのは、1885年から1945年まで、えー、来てらっしゃった方で、まあ、あの、マンハッタン生まれの、えー、作曲家なんですね。で、アメリカって、 アメリカの大統領さんって、えー、アメリカ生まれじゃないとなれなかったりとかでこうやっぱ自分の国をすごくこう大切にするのであのアメリカ生まれの、えー、作曲家というふうに言われることが多いそうです。えー、以前お話ししたティンパン・アレイのピアニストであって要は、えー、別の動画参照しますがティンパン・アレイという譜面を売るところでピアノを弾いてるとティンパン・ティンパンとなるからティンパン・アレイというところでそこでまあ要は フ面のピアノをパパって弾いて、そのフ面を買ってもらうっていうことをやりながら、そういうことをやりながら、こう作曲家になっていた人の一人ですね。で、ブロードウェイの作曲家になって。一番もう大ヒットと言われているのは、オールドマン・リバーという曲、ショーボートっていう,こうミュージカルがありまして、これ映画化されてるんですが、映画も見ましたが、まあちょっと社会風刺、この当時の まああの、爆地でこう、身を持ち崩す人のお話みたいなお話なんですが、まあその華やかな消防塔っていうところでやって、こう、舞台で成功していく人もいれば、まあその成功した人のがこう、娘と結婚して、まあ賭博をやって賭博をやって、どんどんこう、最初はいいんだけど、どんどん落ちぶれていくっていう、まあちょっと悲しいお話なんですが、まあそういった、えー、オールマン、オールドマンリバーの歌詞自体も、ミシシッピっていう親父がいて、 ミシシッピはずっとこう黙ってみんなのことを見てるんだよみたいな感じのお話ですね。でフランク・シュナトルが歌ったりしてまして、まああの、僕はカウントベーシーのドタバタ、えー、アレンジが好きなんですけど、ソニー・ベインのドラムソロがね、えー、これは前、以前も紹介したと思うんですが、このオールドマン・リーバーってやつが有名ですが、まああんまりジャズのミュージシャンやらないんですね。で、ジェローム・カーンで、まあよく、 演奏される曲っていうのを今日解説していこうかなと思ってるんですが、もうなんと言ってもオルタシングス・ユーアが一番演奏するんじゃないかなと思いますね。で、オルタシングス・ユーアっていうのは、まあそのキーがどんどん変わっていって、ちょっと難しい、小難しい曲なんですね。えと、演奏するときに初級、初心者じゃちょっと歯が立たない曲なんですよ。なので、上級者でも結構楽しめる演奏なんで、 よくこう、リクエストで、素人の方がリクエストするときに、こう、枯葉って言われると結構ミュージシャンうんざりしたり、僕結構好きなんですけど、うんざりしたり、もう何回もやってるから、うんざりしたりとかする人多いんですが、オールザ・スイングス・ユアって言うと、結構ツーだねって言われる感じだと思いますので、もうジェローム・カーの代表曲ですね。これ、上から比較的やっていく僕の今までの経験上、今までよくやるかなという感じでございますが、 ザ・ソング・イズ・ユー s って曲もね、これはもう有名です。あ、オール・ザ・シングス i ーワーはですね、チャーリーパーカーがイントロを作ってるんですね。ダーラードダーラードー、ダーラードあれ、すごく驚々ろろしくて、メロディーがすごくこう、綺麗なメロディーなのに、なんでこのイントロがついてるのかなこれはあの、ラフマニノフのカネという、結構あの、クラシックのピアノの人だったら、発表会で弾いたりぐらいするぐらい有名な曲なんですが、そのイントロ、ダーラードっていうの。 大きく弾いてるんですが、多分そのコンサートを見に行ったときに、パーカーの頭の中にオールザスティングセイヨが繋がったんでしょうね。だからそれを使ってるそうですが、もうこれが繋がるとこは天才だと思うんですが、もうそのイントロがすごくジャズらしいサウンドなので、これをイントロをすごくクローズアップして使う人もいれば、あのイントロはあんまりメロディーに合わないから使わないっていう人もいたりして、その辺をちょっと聞いておくと面白いかもしれないですね。えー、参考動画の方に貼っておきますので、その元の 金っていうのを聞いていただいて、あと、チャーリー・パーカーのイントロも聞いていただければと思います。The song is you. これもよくやりますね。えー、これもシナトラとか、あとパーカーなんかもやってます。The way you look tonight. これもね、よくやりますね。これはあの、シナトラとブル・ミチェルがやってますね。イエスタデイズはですね、これはまあ、あの、ヘレン・メリルが結構有名かな。僕がなんとなくヘレン・メリルのイメージですか。 えー、あと、ベニー・ゴルソンがやってたりとかするのが有名ですかね。スモーク・ゲッティン・アイズは、これはあの、プラターズで、あのー、オンリー・ユーのプラターズが歌って、この結構有名にした部分もあると思うんですが、スモーク・ゲッティン・アイズの歌詞がですね、これはですね、あのー、まあ、一番が、その、みんながその、恋は盲目って言うけど、恋の火が燃えてるうちはその煙が邪魔して、いろんなものが見えなくなってるよってみんなが自分に言うと。 でもこの恋はそんなもんじゃないと思ってたら恋が終わっちゃってであのじゃあ泣いてるじゃんって言われたけどこれは違うんだよというこれはあの煙が恋の炎の煙が目に入って涙が出ただけだよっていうこう超強がった歌詞なんですけどこれはあのねエラがですね超長い曲であのえー、ハウハイザームーンっていう曲を歌うんですねでものすごく長い スキャットして、スキャットして、スキャットして、もうすごい勢いでスキャットしてて、いろんなパーカーの引用とか他の曲の引用をいっぱい使って、面白おかしくずーっと歌ってて、最後になぜかこうスモークゲットインアイズのメロディーが流れるんですね。なんでだろうと思ってたんですけど、これ一番最後に、ね、スモークをスウェットに書いて、スウェットゲットインマイアイズで、めちゃくちゃ頑張って歌ったから目に汗が入っちゃったわーっ。 っっていううって,いっていう、えー、いう風に言笑をエラーの「えー、How h i いて the Moon」とかねそれが最後「s m o k i ティー y e ズでこうちょっとおちゃらかしてるという、まあ、この辺もだから歌詞が分かってたりとかその曲の元曲の意味が分かってたりするとこう膨らむっていうジャズが膨らむっていうところの一つかなと思います m o l ル f a s h i o n あまり僕はもうイメージ的にはコルトレーンのイメージですけど、まあ、エラーも歌ってますね あと、ルック・オー・ザ・シルバー・ライニング。これはまあそうですね、チェット・ベイカーが歌ってすごい有名なのと、ジュリー・ガーランドが YouTube で結構上がってるんですが、可愛らしく非常に歌ってると思います。えー、シルバー・ライニングっていうのは、うんと、まあこう、アメリカのこう、ことわざで、こう、雲の上にはすごくこう、シルバー・ライニングっていうのがあって、ではだから、あの、もう、希望の光っていうのが必ず、雲には、必ずね、あの、 あるっていうことわざがあるんで、そのシルバーライニングを見なさいよっていうそういうお話でございますね。というわけで、えー、ジェローム・カーンさんのすごいいいとこはですね、僕の勝手なお話ですけど、著作権がちょうど切れております。なので、えー、ミュージシャンもですね、この辺よくやるじゃないですか。で、 こう、海外の曲って難しい YouTube にこう、上げるのに、演奏してあげるとき、動画で撮ると、動画作成著作権っていうのがまた入るんですよ。なので、ちょっと揉めやすいんですけど、ここはもう全部パブリックドメインなので、これ、パブリックドメインっていうのは著作権が切れて、もう、あのー、皆さんの持ち物っていうことになるわけですから、えー、この辺の曲はもうバンバン演奏してあげていいんですね。だから僕はあの、サロちゃんとやってるオーザーシングスを上げてるんですが、 日本の曲に関しては、自分たちが演奏する分には、YouTube が著作権を払ってくれるそうです。なので、その音楽の著作権を払ってくれるんですけど、動画にした時海外で動画作成著作権が入るので、その辺ちょっとややこしいんですけど、だからこの辺調べとくといいかなと思って、ただその歌詞はね、切れてない曲が多いので注意してくださいね。というわけで、えー まあ、その作曲家、大作曲家の一人目ですね、ジェローム・カーンの、えー、有名な曲のお話と彼の生い立ちのお話をしてみました。はい、以上でございます。ありがとうございました。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いしますこちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると中に入れてメールマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください以上です黒田でしたありがとうございました